こんにちは、頑張りジムの関田です。普段は、体の硬い人のためにヨガやストレッチや、体の使い方をパーソナルレッスンで教えています。今日は足が疲れやすい人のためにケアと改善方法について説明します。足が疲れやすい人っていうのは、まず2つあって、1つには、ケアが足りない、ケア不足ですね。日頃の疲れを、取り切っていない。でもう1つは、そもそも疲れやすい、体の使い方をしているっていうの、両方あります。どっちも必要なことなので、まずは、ケアの方法を紹介して、その後どうしたらそもそも疲れづらい体の使い方ができるかっていうことについて紹介したいと思います。では始めていきましょう。どんなに上手に使っていたとしても、人間生活していれば疲れてしまうので、必ずケアっていうのは必要になります。で、今回紹介する方法でなくてもストレッチとかマッサージとか、自分なりに何かケアの方法っていっぱいあるので、自分にとっては気持ちいいなっていう感じがすればどれも正解で、それをやってもらえば大丈夫です。ただ今回、紹介するのはそういう方法とちょっと違って、足の指ですね、指のケアの方法について紹介します。なぜかというと、そこをケアするっていうのはなかなか自分では気づきづらいので、知らないとたどり着かない方法なので、今回は、そこの方法について紹介します。ケアの方法も改善方法の、話にしても、最初に、理論を説明します。で、その後は一緒にやる時間を別で作るので、まずは内容を理解して、で後でまた復習するときなんかは、その実際やり方の方だけの部分を見ていただければいいかなと思います。ではまずケアの方法からやっていきます。やる方法としては、指回しですね。で、ここで一つポイントがあって、指を回すときに結構足の指ってこの甲の真ん中ぐらいまであります。表面上で見えてるのはここまでなので、ここだけじゃなくて、この辺までが足の指ですね。で、甲が、足の指硬くなって甲が硬いと、手と一緒で手も指がここまであってちゃんとこうやると開く、視野の力も入るんですけど、甲が閉じてる状態になっちゃうと力も入りづらくて、でまた手だったら前腕ですね、大つぶしでは体の連動っていうのが起きづらくなります。足の指だけこうギュッとなったりとか、ここが固まってしまうとふくらはぎを通じて胴体の部分まで体の力がつながりづらくなるので、まず先っぽですね指甲をちゃんとこうほぐしてあげるっていうのがすごく大事になってきます。ではやり方です。やり方は、回すんですけど、ちょっと引っ張るのが大事です。ただ回してしまうとここからの視点になってしまうので、ちょっと引っ張ります。引っ張りながら回すとここから指だぞって感じが作りやすくなります。で、これを、反対の手でもちょっとここ視点を押さえます。指と指の間、これ左足ですけど、こういう状態で、ちょっと分かりづらいです、こういう状態、こういう感じで回してあります。そうすると押さえて順回して1,2,3,4,5、逆回して1,2,3,4,5で、これで指を移動して小指まで来ます。で、その時に押さえるところも一個一個ずらして回すようにしてください。で、効果の確認ですけど、こう回した方は、終わった後全部やった後だったら軽くなってるのをその場でも感じるかなと思います。で、特に握ってみたりするとこういう感じでしか動かなかったものが結構深い感じで握れるようになってきます。もう指だけでこうなってたのがこういう感じですね。で、あとは立って前屈してみたときに張りが減ってるので前屈しやすくなるっていうのが起きてきます。これは片方やった時点で左右差比べてみると何が起きたかなっていうのが、感じやすいと思います。以上がケアの方法でした。続いては、使い方の改善方法について説明します。ポイントとしては、指を使うんだけど使いすぎないことっていうのがポイントになります。目安としては、つま先立ちをしたときに指先を浮かすことができるぐらい の使い方ができるといいです。で、これでギュッとこう指で踏ん張って頼ってしまうようになると、例えば女性だったらハイヒール履いたときなんかも指でギュッとなってしまうので足が疲れやすくなってしまうんですけど、
ヒールを履いた状態でもつま先をこう浮かせられるぐらいの状態になってくると、しっかりと内ももやあの足全体に力が入ってくるので、もちろんあのついてて構わないんですけど、頼りすぎないっていう状態ですね。特に、カップなんかで練習すると意識しやすくて、壁で立った後につま先を浮かしてあげて、でこの状態でキープするっていうのが、練習点チェックになってきます。で、実際これがやりやすくするためのエクササイズを紹介していきます。まずは、指を握る練習ですね。ギュッとギュッとギュッと握ります。でこのまま10秒キープ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10で、そしたらこれを10回、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10で、これは、足の裏の筋肉を活性化させています。で今度は、足の裏からふくらはぎまでつながっている筋肉があるので、それを活性化させていきましょう。今度はこう握ったのからさらに足首がこう動くことまで意識します。ふくらはぎごと使って足の、足の指とふくらはぎを同時に使うイメージですね。このままギュッと握って、足の裏を握ってるしふくらはぎを使ってるって感じで同時に起こします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。そしたら10回言います。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。結構人によってはつってしまうので、つらない程度で、刺激性入れればいいのでやってみてください。で今度は逆に、足と指の力を頼らないでふくらはぎをしっかり使う練習になります。ヨガベルトがある人はヨガベルトで、なければまあタオルなんかを使ってください。こういう感じでここに当てます。前側底って言われる場所です。こういう状態にしてこう握ってたのを指を張ります。パッと指を張った状態で押します。そうするとこうギュッと握るんじゃなくて、張った状態で押すっていうのがしやすくなります。何もないかの押す感じっていうのは難しいので、こういう感じで押す対象があるとやりやすいので使います。このまま10秒間、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10から1、2、3、4、5、6、7、8、9、10とやっていきます。結構これはふくらはぎが、しっかり使っている感じがしてきます。では効果を確認しましょう。立った時点で、結構もうやった方がガシッと立てている感じになります。でさらにはつま先立ちをしてみればはっきり左右の違いなんかわかるかなと思います。で結構いいのはこの状態で歩いてみると、しっかりと足の裏からの力強さがギュッとこう踏ん張ることなく、しっかりと足全体で歩けるようになってきます。特にヒールを履いた女性なんかは、このことを教えてあげると、足疲れづらくなったっていう人が、結構生徒さんでは多いので、女性なんかは特にこの使い方を意識してもらえるといいかなと思います。それでは実際、足裏のケア一緒にやっていきましょう。では鏡でやっていきます。まずは、右足から指を持って、で支点となる場所を押さえて引っ張ります。引っ張りながら順回し、1、2、3、4、5、逆回し、1、2、3、4、5、人差し指に移動、押さえる場所も1個下げます。1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、また一つ移動、一つ移動。1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、で一つ移動、薬指一つ移動。1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、で小指は間がないので外側を押さえて、1、2、3、4、5、1、2、3、4、5。回した後で、
握って比べてみてください。感覚が変わっているのを感じると思います。では反対側も指を引っ張りながら指の付け根を押さえて1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、薬指二度、1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、中指二度、1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、薬指二度、1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、で小指まで移動、1、2、3、4、5、1、2、3、4、5。そうすると、両方とも甲が楽になってます。でせっかく緩めたのでその隙にストレッチはしておいた方がいいので、前屈とかのふくらはぎのストレッチ系何でもいいんですけど、今回はダウンドッグでゆっくり伸ばしていきましょう。このままゆっくりと深呼吸を5回します。自分なりに5呼吸すればいいです。5呼吸すると大体まあ30秒は超えてくるので、ゆっくりとストレッチ時間にも十分な時間が取れます。以上がケアの方法でした。では足裏の改善のエクササイズもやっていきましょう。足を上げてゆっくりと足の裏で握ります。10秒間、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、これを10回、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。そうしたら今度はふくらはぎをぎゅーっと握ります。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、これを10回、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。そしたらヨガベルトもしくはタオルを使って張ったままキュッと押し出します。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10回いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。終わったら一応効果の確認をちゃんとして、立った状態の確認、つま先出しの確認をして力が入りやすいかを見てください。では反対側もやっていきましょう。最初は何もなしですね。最初は足の指だけ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。そしたらふくらはぎごと握ります。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。そしたら足を押さえてピッと、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。で、効果の確認を込みで実際ちょっとエクササイズをして、そのままつま先立ちですね。で、指先をできれば動かした状態、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。で、これも10回、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。以上、足裏のエクササイズでした。ケアと使い方っていうのは両輪になってくるので、どっちも大切です。
ケアをちゃんとすることで、そこの場所への感性も良くなってくるので、使い方自体も良くなってくるし、使い方を良くすることで、もちろん最初に言ったように、疲れづらくもなってきます。動画だと、どうしても全部紹介するとボリュームが多くなってしまうので、ここはもちろん他にもいろんな方法はあるんですけど、今日はこのくらい焦点を当てたものでお話をしました。もっと違う方法が知りたいとか、深掘りしたいとか、自分に合った内容を知りたいなんていう方がいたら、スタジオでレッスンしているので、お待ちしております。もちろん他の方法なんかもこれから先 YouTube なんかで紹介していきますからね。自分の中の、もう当たり前の部分をどんどん洗練させて、もっといい状態を作るようにしてみてください。もちろん、安心と安全のもと、自分に合った、方法を自分のペースで進めればいいので、ぜひこれからも練習を楽しんで、どんどん自分の体、状態を洗練させていってください。以上です。